東白郡琴浦町のショッピングセンター。おととし3月にオープンした出張店舗ワクコーヒー。自家焙煎したコーヒー豆やドリップコーヒーが購入できるほか、挽きたて入れたてのコーヒーを楽しむことができます。を仕入れた段階でカビてる豆だったり欠けてしまってる豆などでも結構あるので、それは一つ一つ取り除いてお客様にベストな状態で提供できるようには工夫しています。欠けた豆一粒で一杯のコーヒーの味や風味が変わると話す中本さん。数種類のレギュラーメニューを用意していますが、客の好みを聞いてブレンドすることもあるといいます。まあ美味しいですよ、雑味がないから。とても本当感じのいい方で、本当にお世辞なしに本当に。店を運営するのは町内在住の中本純さん、ゆかさん夫婦。店はインターネット販売からスタートしましたが、町内に自家焙煎の店がなかったことから実店舗での販売を始めました。やっぱり便利ですね、近いと。大山町から夜名古屋と結構遠いので、やっぱここだと来やすいですよね。ホッとするっていうのがコーヒーを飲んでて一番感じることだと思うので、癒されてほしいなと思っております。自宅倉庫に設置した焙煎機で豆を焙煎する中本さん。温度と焼き時間のデータを毎回取りながら仕上がりを調整。ブラックコーヒーが苦手な人でも美味しいと感じてもらえる味を追求し続けているといいます。焙煎時間が30秒違ったりするだけで、その味の風味とかが変わってきてしまうので、それはかなり慎重にやってます。2014年、地元で子育てをしようと愛知県から家族で U ターンした中本さん。喫茶文化が盛んな愛知県では夫婦でよく純喫茶巡りをしたといいます。入れている時の香りとか豆が膨らんでいく様子とか、人間の五感で楽しむことができるっていうのも魅力の一つだと思います。お客さんに笑顔になっていただくことをモットーにやってますね。美味しいって言ってもらえるために。コーヒーを通じて地域の人たちが触れ合う時間を楽しめれば、その思いに共感する店が町内にあります。パティスリーモンテ。店頭には県産の素材にこだわったたくさんのケーキや焼き菓子、県内外から人気を集めています。店では中本さんから仕入れたコーヒー豆を使ったティラミスを販売。8時間かけて水出ししたコーヒーでシロップを作るこだわりの一品です。うん、ほんのりとした苦みと甘み、そしてクリームの滑らかさ、大人の味わいですね。美味しいです。そうですね、期待を裏切らない商品をちゃんと納品してくださるので助かってます。いろんな経験されている方なんで、とてもなんか話も楽しいですね。今月10日琴浦町役場、あるコーヒーの完成お披露目会が開かれました。中本さんが朝食員の若手チームと一緒に開発した、その名も琴浦ブレンドです。ですけど、皆さんに琴浦のいいところたくさんありますよということも知っていただきたいということもありまして、山と海の2種類でドリップのパッケージの裏には町内の名所について書かれています。海辺やキャンプ場など様々なシーンでコーヒーを楽しんでもらいたいという思いが込められています。全国に売り出すんですよね、はい、全国に売り出します。一回来た人とかは懐かしいなって思っていただけるような、場所をイメージしながらまた
飲むっていうのが本当に思い出してももらえるし、いいですね、とってもいいと思います。今年の春をめどに町内の海辺に店舗をオープンさせる中本さん夫婦、いつも心がけているのは冷めても美味しいコーヒーを提供することだと言います。まあ、会話が弾んで、まあ、コーヒー冷めちゃいましたっていう時でも、美味しかったなって、楽しかったなで終わっていただけるために、冷めても美味しいコーヒーを作ってます。味わう人にほっとした気持ちを、笑顔と会話が弾む楽しい店になりそうです。